皆さんこんにちは。セオルスセオジュのレッツ話をお送りします。今日は2004シーズンの3回目になります、えー。選手補強の話をします。2004年は開幕前に7人の新加入選手がありました。サンフレッチェ広島からディフェンダーの田中マルクス・トゥーリオ選手、名古屋グランパスエイトからミッドフィールダーの酒井智行選手。 清水エスパルスからミッドフィルダーのサントス・アレサンドロ選手サンフレッチェ広島からフォワードの梅田直也選手ヴィッセル神戸からフォワードの岡野正之選手以上が移籍加入の選手で続いて新人が静岡学園高校からフォワードの横山拓也選手そしてレッツユースから昇格のミッドフィルダー荒井翔太選手以上の7人です。 このうちですね、サントス・アレサンド選手は現役日本代表で酒井智之選手と岡野正之選手は元日本代表でしたそしてトゥーリオ選手はアテネオリンピック出場を目指すアンダー2 3日本代表に選ばれていましての、まあ、後に日本代表にもなりますだからこのクラスの選手を4人獲得したのは当時としては歴代最高の補強と言えると思うんですね まああのもちろん1998年の小野伸二選手であるとか2001年の井原雅美選手のように一人だけでも才能とか経験から言えばそれぞれ当時の歴代最高と言ってもよかったのかもしれませんけどもこの2004年はその後タイトル獲得に貢献していった選手を4人獲得したということで、まあ、この2004年までで見れば 歴代最高だと思いますまず田中マルクス・トゥーリョ選手ですけどもブラジル出身で父方のおじいいさんが日日本人ととうことで日系3世です千葉県の渋谷幕張高校から広島に加入しプロデビューも果たしたんですけども広島が J2 に降格して即戦力の外国籍選手を獲得するために 2003シーズンはトゥーリオ選手を手放さざるを得ませんでした、えー、ミトホーリークホックに期限付き移籍でまあ出していた形ですねでその2003年の10月にトゥーリオ選手は日本国籍を取得しましてすぐにアンダー20に日本代表に選ばれましたで2004年のオリンピックを目指す代表ということはさっき言いましたねあのもしもですよトゥーリオ選手が2002年のうちに 日本国籍を取得していたら広島は彼をまあレンタルで出す必要がなかったですよね外国籍じゃなくなるんですからそうすれば2003年にはもう広島に欠かせない選手になっていたと思いますだから2003年の広島ってなかなか J1 昇格が決まらなかったんです確定したのは J2 の第43節11月15日で2位が確定しました これが早い段階から一位昇格を間違いなしという状況だったら、まあ、トゥリオ選手も翌年は広島に戻って J1 でバリバリやってやるぞという気持ちになったかもしれません。だからレッツ,との,その,レッツの獲得交渉は難航ししたかもしれないですね、えー、こう後にレッツが黄金時代を築くのに欠かせない選手となるトゥリオ選手が、まあ、あのいくつかのたらればで。 もしかしたらレッズに来ていなかったかもしれないとか考えるとちょっと怖くなるんですけどでもまあ森高治さんジゼネラルマネージャーの熱い心に熱い言葉に心を動かされない選手っていないと思うんでおそらく来てくれていたでしょう。えー、坂井智之選手は4人の中ではまあ一番地味な存在なんですけど1979年生まれあの小野伸二選手たちと同じいわゆるゴールデンエイジなんですね。 で実際1999年のワールドユース準優勝メンバーです。2000年のシドニーオリンピックにも選ばれています。えー、ボランチを中心に中盤のまあどこでもやる選手で、えー、前線に飛び出して点も取りこうサイドで上下動もおーローを惜しまずやれるというまあそういう運動量豊富な選手でして、まあ、言い方変ですけどチームに一人欲しい。 いると助かる選手じゃないでしょうかあの森ジエムも以前から欲しいと思っていたと語っていましたアレックス選手は、まあ、清水のイメージ強かったですね、えー、ブラジル出身で高知県の明徳義塾高校に留学してきて卒業後1997年に清水に入団です初年度からレギュラーとして活躍して、えー、左利きの点も取れるサイダーアタッカーとして注目されました 当時の登録名がアレックスでしたねで、清水は1999年セカンドステージで優勝するんですけどアレックス選手はこの1999年の J リーグ MVP に選ばれています2001年に日本国籍を取得して翌2002年日本代表に選ばれ、えー、ワールドカップ日韓大会にも出場しました アレックス選手自身がそういうふうにこうステップアップしていく一方で清水はなかなか優勝に絡めなくなってリーグ戦で順位は下がっていったんですね。まあ、清水での7シーズンを終えて自身が飛躍するために環境を変えようと選んだのがレッズだったと、まあ、そういうふうに森さんがおっしゃっていました。左からのクロスはもちろんですけどゴールに関して 清水時代リーグ戦7シーズンで56得点ゴールの中にはフリーキックを直接決めたものも多かったですだからセットプレーのキッカーとしても万弱の選手を得たと思いました岡野正之選手ですけども、えー、彼は1994年に日本大学を中退してレッズに入った快速フォワードです、えー、日本代表にも選ばれて98年のワールドカップフランス大会にも出場しました というよりそのフランス大会出場をそのかけた97年のアジア最終予選第3代表決定戦でイランを相手にゴールデンゴールを挙げて、えー、本大会出場を決め一躍人気沸騰しました99年のレッズの残留争いや2000年の J1 復帰の戦いでは精神的にもチームを支えたんですけど2001年にブラジル路線がレッズに敷かれると まあ、ちった監督になってからと言ってもいいと思うんですけど出場が激減しましてシーズン途中9月にヴィ、えー、ッセル神戸に期限付き移籍しました翌2002年も期限付き移籍で2003年から神戸に完全移籍となったわけでででブフバルト監督が就任したこの2004年2年半ぶりにレッズに復帰してきましたレッズの快速フォワードといえば、まあ、この当時エメルソン選手がいたわけですけども 岡野選手は戦力としてだけではなくてプロ11年目ですから若手に経験を伝える存在としてもそれから日本人では最年長の選手としてチームの精神的な支柱としても貴重な存在でした。あのこの2004年の補強の特徴はですね五輪代表を含めた代表経験者または現役代表が4人もいたということなんですね。そして そのすべてが日本人選手だったということが大きなことでしたこの年開幕時にいた外国籍選手はディフェンダーのニキ・フォロフ選手そしてフォワードのエメルソン選手の2人だけだったんですねただニキ・フォロフ選手は怪我のためにこのシーズン出場していませんで、別の強力なセンターバックが必要だったわけですけれども それを外国籍ではなくて日本人選手で補強できたトゥトリオ選手のことですけど補強できたというのは非常に大きかったと思いますなぜならその外国籍選手を他のポジションに回すことができるからなんですねでその候補の一つが左サイドのアタッカーだったんですけどもこれもアレックス選手が獲得できたことによって日本人で固められたわけですよだから外国籍枠を使わなくてもよくなったんですね 言葉の問題から言ってもその日本人でこれだけ実績のある選手が取れれば無理に3人の外国籍を埋める必要はないですよね、えー、過去2年間オフト監督によって守備を中心とした規律がチームに備わってきましたその土台の上に強力な武器を据えることができたこれが2004年だと思います土台がしっかりしていないと いい選手を連れてくるだけではチームは強くならないと思います例えば2001年の年間総得点と総失点を見てみますと44得点46失点、まあ、失点の方が多かったわけですねそれが2002年は41得点38失点2003年は53得点42失点と、まあ、少しずつ改善されてきたんですが2004年になると 70得点39失点、えー、失点はまあほぼ横ばいですけど得点が飛躍的に多くなってますよねこれも守備が安定しているからに他なりません今回はこの辺で終わりますが、えー、今あの総失点の話を考えると今年2023年の27失点というのは2004年より試合数は4試合多いわけですから。 相当少ない数字ですよね、まあ、大事な試合でもう少し得点できていればってまあ私だけではなくて皆さん思っていることでしょう。それではまた次回。